はい、皆さんおはようございます。ベンチャンネルです。はい、本日は4月4日木曜日、ただいまの時刻は午前5時35分です。そして、今の、ミラバンの走行距離は118,926km です。はい、暖気もね、暖まってきました。はい、皆さんおはようございます。ベンチャンネルです。いつものね、出発して出勤してるんですよね。会社向かう前に、いつものね、毎朝のルーティンでコンビニの値下げ商品ね、見たり買ったりしてから、行くような感じの動画になります。今朝の天気はまだ曇りが残ってますが、だんだん晴れてきて、今日はね、なんと気温がね、21度と予報になってました。こちらはね、はい、今週はね、土曜も仕事です。まあいろいろありますけどね。はい、それじゃあ行ってみますかね。それじゃあ出発します。現在の時刻、午前5時40分になりました。まもなくね、一番最初のいつもの行ってる、コンビニ L の、ね、手前の交差点に入りました。右側にはね、いつも行ってる一番最初のコンビニ L があります。はい、コンビニ L に入ります。一応ね、まだね、この前買ったおにぎり、梅おにぎり1個と、昨日ね、ドラッグストア T で買ったね、レンジでチンする、お魚のね、銀鮭のね、切り身があるんでね、あんま買わなくてもいいんですけどね。それじゃあね、いつものように行ってきて見てきます。はい、買ってきました。いやね、今日いっぱいあったので、今朝さ、4時にさ、朝食食べちゃったさ、レンジでチンする銀鮭の切り身、今日ね、こちらコンビニエルもね、いつも買ってレンジでチンする銀鮭のこっちの切り身、2パック買ったんだよね、半額ね。ちょっと、買いたかったけど、もう食べちゃったからね、自分もう1パック、もう1パックあるから、買わなかった。代わりに、半熟ゆで卵2個入り、この2個入りのやつを半額が1個あったんで、まあ、買ってきました。これは保冷剤に入れておこうと思います。2つ入ってるやつね、こんな風に透明パックに、まあこれだけです、今日買ったのは。さあ次は、家近くの、コンビニ L かコンビニ F か、ね、293行って4号入って、また293入って、あのホームセンター D8 前のコンビニ F に行くか、その3箇所のどちらかに行きます。今現在の時刻は午前5時47分です。それじゃあ行きましょうか。
の現在の時刻、午前5時51分です。家近くのコンビニ F に向かいました。まもなく到着します。はい、家近くのコンビニ F に到着しました。もうね、6時5分前なんでね、もうないと思います。とりあえずね、見てこようかなと思います。あ、こいしょっと。ね。それじゃ、見ていきます。はい、今ね、コンビニ F で買ってきました。おにぎりとかね、いつものね、安い、コンビニ F の安いカレーとか、100円引きとかね、30円引きとかあったんですけど、ちょっとね、最近ね、何人かに自分のことね、食べ物でね、変色で心配してくる方がいまして、ね、まあ、生野菜とか取りなって言われたんで、まあ、生野菜も取ったりとはしてるんですよね。あとはね、100% のジュースとか野菜ジュースとかね。今日ね、その心配した感じがあったんで、たまたまね、100円引きがありました。エビと10種野菜のサラダラップ。刻みピクルス入りオーロラ風ソース。オーロラ風ソースは自分好きです。ニンニク、黒胡椒、塩。ラップがね、もう野菜の緑色に練り込んであって、このようにね、まあ、100円引き。もっとは高いんだけどね。358円。ラップの中にはもう生野菜がたっぷり入ってます。刻んでるやつ。もう細かいキャベツとかいろんなの。もう野菜のラップですね。うん、健康的にヘルシーに。うん。まあ、裏の方に書いてあるのは、ケール粉末入りトルティーヤね。うん。ケールって健康、野菜で有名だよね。青汁とかいろんなね。で、レンコン、玉ねぎ、コーン入りポテトサラダ。キュウリピクルス入りトマト風味マヨソース。レタス。で、ゆでエビ。紫キャベツ、人参、ゆでブロッコリー。オリーブ油あえ。グリーンリーフ。黒胡椒入りマヨネーズ。マヨソースが入ってます。でもう、野菜のラップですよね。健康的ですよね、これね。これ1個買ってきました。これ朝飯食べようかなと思ってます。はい。はい、皆さんおはようございます。ただいまの現在の時刻、午前6時になりました。おはようございます。ベンチャンネルです。いつものように、毎朝のルーティンで、ね、コンビニの値下げ商品を見ながら買いながら、会社へ向かっている動画です。だんだん空も晴れてきて太陽も眩しい光になっておりました。なっております。で、今日はね、こちらはね、最高気温予報が21度と、夏みたいな感じになるような感じになってます。はい。今ね、現在ね、いつものように朝一、コンビニ L の方に行きまして、ね、まず寄って、ゆで卵ですか、半熟。2個入りのやつ。それ半額買って、今いるところは家近くのコンビニ F で、ね、生野菜の入ってる、ね、ケールを練り込んだラップの、ね、ヘルシーな、食べ物を、100円引きのやつを買いました。まあ、とりあえずもうね、会社に向かいたい方向にします。それじゃ、行ってみましょうか。本当にいい天気だね。今日こそさ、本当だったら休みだったらね、僕の大好きなね、海があるね、町の方に行ってさ、楽しみたいよね。だけど今はね、もう4月になったんでね、忙しい時期になっちゃったんでね、なかなか行けないと思う。しかもね、今週も第一週なんでね、土曜日は仕事と忙しいです。
はい、今4号線に入りました。今はね、もう会社の近くの、会社の街のね、ある街の、いつもね、パンが 30% 引きになっているコンビニ L に来ました。今日はね、もうね、今現在時刻6時18分なんでないんでね、お菓子の、ね、割引 20% 引き2つ買ってきました。可愛いお菓子です。1つは、キュンと甘酸っぱさ弾けるミックスベリー味のたべっ子動物ビスケット。たべっ子動物ビスケットは昔からあるよね、自分が。小さい時からありましたよね。ビスケット、動物の形してるビスケットにさ、A 文字に書いてるやつ、それの、ミックスベリー味のやつがありました。ピンク色だよ、ほら、ミックスベリー味動物ね、食べ動物。まあほら、ちゃんとラベル貼ってあるよね、キャラクターがあって。これ結構さ、このキャラクターね、キーホルダーとかいろんなの出てるよね。それともう一個、これもね、まあ昔からあるね、パイの実のシリーズで、ね、贅沢スイーツパイ、パイの実2種の桃のご褒美タルトっていうやつかな。うん、これもね、